れがですね、まあ、今回の、動画のまあ一番ポイントなのかなというふうに思いますけど、まあ、さっきも言いました、ね、その岐阜でそういうことが起きましたということで、私が、まあ、私もまだ岐阜に来たばっかりだったんですけど、まあ、そういった、やり取りの担当になりまして、で、まあ、まずですね、そのもう変なし、例えば本当に事故で亡くなりましたとか、まあ、結論が出ますよね、何か大きな入院がしましたとか、症状がある程度まあはっきりしてくるってなった時にすべきことですね、まあ、まず、本当にまあ最悪の場合、命を奪ってしまったとか、そういった場合、まあ、事故、怪我とか障害があります、でもそうなんでしょうけど、まず関係各位に連絡ですね。例えば、まあ、僕らで言うとソウル J リーグだったので、J リーグにまず報告をします。こういうことでうちのアカデミーの子たちでこういった事故が起きてしまいましたと、ね、まあ、サッカーだけで言うとその時にじゃあ喪章をつけて試合に臨みますとか、ね、1分間黙祷ホームゲームでやりますとか、まあ、いろんなそういうのも出てくるんですけど、まあ、そういうのは別にどうでもいい話なんですけど、まあ、そういった教会に連絡をするとか、あとは例えばその子が通っていた学校に報告をする、連絡をするということですね。まあ、本当に身内にはもうすでに連絡をしていると思いますので、ね、あとはそのステークホルダーさん、まあ、例えばスポンサーさんがいるのであれば、これから私たちはこういったものの対策に追われることになってしまいますと、まあ、いろいろご支援いただいても大変申し訳ないんですけど、少しちょっと連絡が取りにくかったりとか、ちょっとご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんというのをまず事前にしっかりお知らせをするとですね、まあ、そういった意味で関係各位に、まあ、それがまあリーグであったり学校であったりスポンサーであったり、まあ、あとは役場とかですね、地域の行政に、こういった形であってましたというのを連絡をするというようなまあことかなと。で、まあ、その後にですね、まあ、しっかりその対策本部、まあ、対策というか、まあ、対策でもないですね、その要はメディアとか、今後そのどういうふうにその後どう対応じゃないですね、その後どういうふうにやっていくのかっていうのは、まあまあ、本部を設置すると、ね、いうことでございます。で、まあ、よくね、たまにほらバスで、子供たちを送ってて事故で亡くなりましたとかっていうのも結構あったりするんですけど、うん、そういう時にね、やっぱ本当に、まあ、僕らはプロクラブだったんでなんとかあれですけど、本当にやっぱこういう事故が起きた場合、普通に一人でやってますみたいな、サッカースクールとか野球、まあ、普通のスポーツ教室とか、本当にもうそのまま潰れていく話だと思うんですよね。もうだって一人でそんな責任なんか負えないし、ね、まあ、もちろんこういう法人だってそんな責任なんか負えないんですけど、ね、でもやっぱり そこでやりたい人、プレーをしたい子供たちもいるわけで、残された子たちのこともしっかりやらなきゃいけないし、ね、まあ、そういった意味でも、まあ、どういうふうに、今後対応していくのかというようなことがあります。で、もう本当にちょっと、まあ、ずさんな、ね、管理状態でそういうふうに事故が起きてしまったと、なった場合には、もうあなたのところにこうメディアがいっぱい押しかけてきます。我々もそうでした。もういろんな記者からが集まってくる、ね、もうテレビだな、新聞だなんだ、というのがいっぱい来ます。でこの時に、一番、ね、もう残念なのが、ね、身内がわけのわかんないこと言う、身内がもう急に暴れ出すっていうのは、これ本当にあるんですよね。緊急車で自分がそのぐーっとそのストレスに耐えられませんみたいなやつが暴れ出すんです、ね、こういうことは本当に起きちゃいけないんですけど、でも実際これは起きます、ね、なのでまず情報をしっかり一本化しなきゃいけないです、ね、外に出る新聞とかメディアの情報っていうよりも身内に対する情報統制をしっかり図ります、ね、この情報は社長とどこどこの部長が管理者もここまでしか知らない情報で、よそ様に伝える情報ね、職員に対するまず伝えておくことと対応策、ね、よくありますよね、なんかこういう会社がなんか不正を働きましたってインタビューされて、いやもうまだあの事件の状況を把握できてないのでまずは調査をしっかりしてみたいな、皆さん誰に聞いてもスタッフ同じこと言うみたいな、ああいうのまさにそういうのが行き届いている状況でして、今はまずあの情報収集とか事故の概要調査中なので、お答えできませんとか、そういったことをまあ情報をまとめて、まあ、お伝えすると、ね、そういうことをすることで、まあ、皆さんがスタッフがそれぞれ、ね、出ていったときに、まあ、答えれるようにするし、逆にね、そのみんないや俺たち仲間だからっていう人もいるんだけど、そうじゃなくて本当に仲間であればこそ変な情報とかも持たなくていい責任を持たせるべきじゃないんですよね。
例えば本当に知らない例えば本当に新入社員とかのところにやっぱ新聞記者さんとかテレビさんが行くわけですよね。何か知ってるんですか、何か教えてくださいって。まあ、その時にやっぱすごい聞かれたり、例えばじゃあ親戚に、ね、新聞記者がいて、ね、いやもうちょっと本当に教えてよってなった時に、やっぱ知ってたらね、言っちゃうんですよ。でも本当に知らなかったら喋りようがないので、ね、勝手に憶測で、いやあれこうなんですよっていうこともないと思うので、そういった意味でも、ある程度情報をしっかり統制して、誰に伝えて、誰には伝えないのかっていうようなことを、まあ、まとめると。うん、で、メディアさんに対する、情報としても、こういうような情報で今一本化していきますと、ね、であと問い合わせ先の一本化、ね、もうそういう時起きた時もずっともう会社の電話がいっぱいバーバーバーって常にピリンチ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 リン、多分今のほらあ、まあ、今時期的に言うと、それこそ安倍総理が、学校を休校しますみたいなこと言って、なんかすごい小学校とかに問い合わせの電話がいっぱいになってましたっていうのがもうまさにそうなんですけど、いっぱい電話がわーってなるんですよ、ね、それでそれぞれが別のことをしてたら、いや多分月曜から休みになると思いますとか、明日はどうするんですか、明日はとりあえず学校ですとか、ね、いや多分休みにならないと思いますって言ったら、またその保護者同士が連絡取って、え、私には休みじゃないって言ったよとか、え、私には休みって言ったよだと、またこういうのがもう加速していくので、まず有情報メッセージをまあ1本にするっていうのはさっきも言った通りなんですけど、そういった問い合わせ先自体ももう言ったらある程度閉じれるんだったら、まあ、閉じちゃう、まあ、閉じれない場合は伝える人が、こういうふうに必ずみんなに同じことを言いましょうっていうことを周知徹底をすると、ね、いうことでございます。なのでホームページとかにしっかりそういった情報を出すとか、まあ、電話なんで、ね、少ない組織であればもう電話線1本だけがと2つ3つ抜いて、その人がお答えする、もう決まった人が決まった回答をずっとひたすらしていくと、うん、ようにやっていくっていうのがいいんじゃないかなと、いうことだと思います。で、まあ、その後にですね、まあ、そういったメディア対応対策をしていった後に、まあ、活動の中止とあとは再開の説明会、また保護者さんたち他のですね、もう事故で、お亡くなられたりとかその怪我をされた、方の保護者の方々はもちろん今もそれどころじゃないので、そうなる前にですね、そうなる前にそれ以外のですね、まあ、学生さんたちの保護者の方々に、しっかりまあこういった経緯でこういう事故が起きてしまいました、ね、再発しないように防止に努めますとか、ああそういった説明をして、これが本当に事故だったのか何だったのかでもそういった説明で、まあ、我々としてはね、いついつじゃあ再開の予定ですとか、まあ、そういう軽い状況であればね、いついつから再開しますとか言えるんですけど、やっぱこうなかなかその自分たちが事故を起こしてはいつ再開しますってこれ言えないんですよね。まあ嫌じゃないですか。だってあなたもだって自分の誰かね、何か家族が怪我をしてね、説明会の時に、まあ、ちょっと怪我させてしまったんですけど、とりあえず1ヶ月休んで来月から頑張りましょう練習って言われたらやっぱ嫌だと思うんですよね。そうじゃなくて、まあ、そういった時のためにですね、まあ、私みたいな人とか、ね、やっぱ第三者が、ねまあ、いながらですねちょっとサポートすることになるんでしょうけど、ね、いついつからの再開できるとか、まあ、再開の目処が立ってませんと、ねまあ、そういうまあ発表を多分するんでしょうけど、まあ、その後に、ね、多分参加者の方から、まあ、もちろん落とした命が あるので、まあ、大変なことになってて、そんなこと言っちゃいけないんだけど、まあ、うちもそうだったんですけど、例えば中学校3年生からすると、9月の最後の大会で進路が全部決まっちゃうんですと。ねそういったことにしては、この大会に出ない、これいい高校に行けないとか、思った高校に行けないっていうことが、本当に起きてきちゃう。で、それを、じゃあその子たちがチャンスを失うっていうのは、多分亡くなった彼にとっても望むことではないだろうし、そのお父さんお母さんももちろん望んでいたことではなかったので、じゃあその大会に向けて、練習を再開しましょうとこういうことを、まあ、決めていくと、まあ、そういったことも、じゃあ大会近いので再開しますっていうのは当の、ね本人たちというか監督指導者たちがやっぱり言えないので、まあ、私がたまたまねちょっとまだ来たばっかりでちょっとまあ第三者ではないですけど、そういったまあポジションにも置いたのもありますので、まあ、こういった時に状況を聞きながら、じゃあもうちょっといついつから再開してはどうでしょうかとか、あ皆さん、まあ、そういった思いもあるので後日ちょっとそれぞれから意見をくださいということで、まあ、ちょっとねご連絡もらってそれぞれまたアナウンスをしたりとかですね、まあ、そういった形で徐々に徐々に、まあ活動を再開していくと、ねまあ、もちろん必ず活動を再開させましょうということではないんですけど、ね、やっぱりまあもちろんいやもうこんなずさんだったらもうやめてしまえっていうのももちろん一つの選択肢でございますし、そうじゃなくてでも始めていこう、もしくは、ね、子どもたちのためにも続けなければいけない、
多分本当事故をした当事者であればですね、自分がもし事故を起こしてたらもう自分は指導なんかできないって多分なっちゃうので、その時はじゃあ別の担当、服の担当とか、そういった時に仲間内にちょっと面倒見てほしいとかっていうようなことをお願いできるような人を、普段からちょっと仲間を作っていくというようなことが大事かなというふうに思います。ですね。なので、そういった、緊急事態どうしましょうみたいなご相談とかもですね、起きて相談されても僕は対応できないので、なんか事前に先ほど言いましたように緊急事態マニュアルみたいな、ちょっと調べたら出てくるんでね、ネットで調べて作っていただいてもいいですし、でも本当にもうそうなった時のための対策みたいなところで、またこんなとこ聞きたいですとか、そういうのがあればですね、またコメント欄とかでも聞いていただければなというふうに思っております。はい。で、実際人の命が奪われたりとか、もちろんその公的なんかで言うとですね、牛さんとかさんが30万頭も殺処分されたりとか、本当にいろんな誰かのちょっとしたことで、もちろんわざとじゃないんでしょうけど、何かのきっかけで、命が奪われるということが本当に世の中でですね、多くありますので、皆さんぜひですね、こういうのを本当に甘く見ずに、初動が大事です。初動、最初の動きがですね、常に気を張りながらね、いろんな責任があります。自分の誰か人、今あなたのアクションが何もなくても、それを受けた人たち、ね、その影響をまたさらに受けた人たちのところで事故が起こるということもありますので、ね、そういったことがないように、日々の、まず備えること、ね、起きる前にしっかりやっていくということで、起きた時にどうするかを決めておくこと、ね、で本当によっぽど、ね、そういうふうになってしまった時という時はですね、また何かお役に立てることもあるのかなとこういうふうに思ったりもしますので、ご相談いただければなというふうに、思います。はい。ということで、今日はですねちょっと長くなりましたけど、これぐらいに、したいと思います。はい。ということで、皆様ですね、いろいろウイルスも流行っている時期ではございますけれども、お体ご自愛ください。はい。終わります。ありがとうございました。